生きたよ。あなたに手紙を書くように見知らぬ街を歩いてる。あなたの足元に咲く花は私のと同じかしら。一緒に笑ってくれる人、一緒に泣いてくれる人、一緒に一緒に困ってくれた人。おいしいものを食べたとき、かわいいものを見つけたとき、素敵な人で会ったとき、一番に浮かぶ顔、一緒に並んで歩く人、時々喧嘩をする人、一緒に困ってくれないで笑い飛ばした人。あなたに手紙を書くように歌を歌ってます。裸の木々と鳥たちも春よ来いと歌ってるよ。今日も明日も続いてく小さな点止まる。と言います。おいえ今日はとってもあったかいですね。もうあったかくて、春がもうすぐそこって感じで本当に嬉しいです。私は最近お酒を飲んでライブをすることにいいこっちおお、それと一緒してみたんです。そういう感じに見えないタイプ。いや、ダメだよそれは。ついこの間も、いやなんか普段全然飲まないから、もう3口ぐらいワインを飲んだらもう足元がおぼつかない感じでだったんですけど、よろしくお願いします。え今日はそれ飲んでる。飲んでます。あらららら。はい。ということで、そう緊張しちゃうので。お酒の力を借りて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頭ばっかり大きく育ってふらふらの足踏ん張って、嘘でもいい嘘でいいから今日も歌うんだ礼事を。
た言葉がガラガラと音を立てて転がってくのが見える。イヤホン外したら誰かの心が泣く声が聞こえてしまいそう。
でしょう。星をつないで星座を描いたら、君の街まで手紙を届けてよ。雪が積もったら静かになるから、そしたら君は何を願う。これから、そうなんです、もう今まで理解されなかった変人の水亀座が今年からは日の目を見る、ようやくということなんです。というか、まあ水亀座が得をするとかっていうよりも、時代が水亀座的な時代になるらしくて、水亀座っていうのはなんか自由で、それ HR の時代ってこと？それはどうかな。そう、ともかくなんかきっと自由、自由とか平等とかで中性的で、なんかきっとね、生きやすくいいことがいっぱいこれからありますよ。ということで、今年できた新しい曲です。新しい時代の話をしよう。泣きたくなったらギターを握ればいいよ。新しい時代の広げたて。
まく歌えたから、お酒をいっぱい飲もうか。今日はたくさん働いたから、エルトピートにいっぱい飲みに行こう。お金がなくなったら、とりあえずご飯を作ろう。俊太郎さんの詩で一人一人っていう曲をつけました。聴いてください。一人一人違う目と鼻と口を持ち、一人一人同じ青空を見上げる。
あ、私今月ちょっと遠くに旅立つことになりまして、実はそうなんです。ちょっと南の方に引っ越すんですけど、帰ってきてね。はい、またすぐでもしょっちゅう帰ってくると思います。なのでそう、またライブやりたいのでこっちですぐ帰ってきますけど、またいろんなところを巡り巡って皆さんとお会いできたら嬉しいです。今日はありがとうございました。これから本当にたくさんたくさんいいことがあります。今日のライブもとっても素敵な人たちがたくさん出ますので、どうぞ最後まで楽しんでいってください。はい、ありがとうございました。リンでした。時々は猫みたいに一目はばからずにいたい。